どうも、このまるです。キータロです。キータロ TMI なんですけど、なんかもうだんだん寒くなってきて、なんかスーパーとか行くとさ、なんか鍋のコーナーみたいにできてて、あ、もう鍋の季節だと思って。鍋美味しいよね。いや、美味しいし、鍋って、やっぱなんかさ、栄養も取れる上に楽じゃん。楽。だから私、もう、本当にめんどくさい時とかは、もう一週間鍋だってもう決めて、マジで毎日鍋出すから、夜。いや、でも全然、鍋だったら全然一週間いけるわ。あ、本当？もうどんなに嫌がっても出すから、もうこれは決まりましたんで、もう言わないでください、みたいな感じだから私。すげえ強かった。いやー、でもいいよね、本当に。そう、確かに野菜とかいっぱい取れるし、確かに締めとかでさ、麺入れたりご飯入れたりとかさ、いろいろできるじゃん。そうそうそう。うん、え、何鍋が好きけ？いや、私はね、普通にしゃぶしゃぶが好きなんよ。いや、それは鍋。まあ、鍋だけど。だから、言われてみれば確かに何鍋ってあんましてないかも。あ、本当？しゃぶしゃぶばっか？めっちゃいいな、それは。しゃぶしゃぶばっか。それはそれで。楽なんだもん。だって、なんか昆布となんか水だからさ。あー、そっかそっか。そうだよね。普通の鍋と違って、そっか、通して漬けだれだから、確かに普通の鍋よりももっと簡単だよね。そうそうそう。しかもさ、やっぱ鍋のプロになればなるほどさ、もうさ、具材もそんないらないねってなるわけ。あー、わかる。そうだね。むやみやたらに入れるよりかは、もうなんか確かにどんどん選ばれし物になってくよね。そうそうそう。だからなんかそんなに別にさ、たくさん買わなきゃ、みたいな。なんか一週間鍋だけど、たくさん買わなきゃ、みたいな。あ、今、本田翼さんみたいな感じになっちゃった。もう絶対そうだよね。絶対本田翼モードだよね。さっき、いっぱい本田翼さんの練習したからさ。練習って何？早くない？早い早い。早い。りょうぼさんまだ鍋作ってないから。まだだよ。りょうぼさんすごい出てくるね。いや、そうな。いや、それはこの後で話すから。じゃあ今日は、INI が、まあ、INI っていうか、チェイニーが、君の花になる第1話に出演したので、そちらの感想を言っていきます。いやー、終わったね、ドラマ1話。そうだね。なんかさ、あれだよね。どこに出てくるかなみたいなね、楽しみがあったね。そうだね。そう、確かに確かに。でもさ、こんなこと言ったらあれかもしれんけど、思った以上に、イニちゃんだったね。いやいやいや、それはそう。もう普通に、ドラマにイニちゃん出てるなっていう感じになんかもうなってたもしょうがないけど。そうだよね。もう曲もさ、振り付けもさ、なんか明らか衣装もね。明らかになんか We are INI のところだけそこは歌わないようにして盛り上げてこうみたいなMJ のさ盛り上がってこうぜみたいなやつでそこのうまいこと消したみたいになったけどさそう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 いやマジであそこ突っ込んだよねなんか他は全部イニちゃんですごい可愛かったね。いや確かにそうだね。曲もボンバルダだし、練習してたのはロケッティアだし、なんか最初に出てきた衣装ケイコンだしみたいなそう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 。普通になんかイニちゃんとして楽しめたって感じだよね。うん。そうだね。でさ、まあ、最初にイニちゃんとして出てきた、まあ、イニちゃんじゃ、チェイニーがね、出てきたのは、なんか、事務所で、なんかその、ファンクラブ用の動画の撮影してた時だよね。まあ、これはもはや、もうイニちゃんで見たことあるような番宣ということで。これは、これは INI なのかなって、もう錯覚を起こすぐらいの INI だったよね。そうだね。なんか新曲もたくさん用意してるので、みたいなね。12月のやつみたいな。確かに。アルバムのプロモみたいな。そうそうそう。確かに。でね、なんかまさにがさ、なんかリリカさんに司会してもらってて、みたいな。なんかこのリリカさんっていうのはお天気キャスターでさ、タレントの人なんだけど、なんかわざわざこうやって紹介してくるっていうのはなんか今後関わってくるんかな、みたいな。ああ、確かに。え、相関図とかどうなってたっけ？あ、そう。で、気になって相関図見てみたら、その、ブルームと同じ、花巻エンターテインメントに所属するタレントで、なんか、お天気キャスターとして活躍しているリリカだが、誰にも言えない秘密を抱えており、てんてんてんってなっとるね。あー、なるほど。だからそう。だからリリカさんも割と、キーパーソンっていうか、なんか割と、なんか出て、今後も出てきそう。あー、なるほど。まあでも、なんかあれなんかね、その秘密だから、でもあの、主演のさ、高橋さん。
予約の人とかがこうそれを知ったりするかもね。うんうんうん、そうだね。なんかあれなんかね、高橋さん的には、もう高橋さんって言ってあれだけど、あの主演の方はさ、あれなんかね、本田翼さんなのか、その相手役が、うんうん、結局恋愛になるとしたら、その今のこの天気キャスターの方なのかみたいな。でも翼さんの噂なんでしょ、うん、噂だと。うん、てかまあそうだよね、まあメインだから翼さんだよねきっとね。そっか小声いやいや、普通に考えてそうだから、日本のドラマは。そうなん、なんか大丈夫ってなっちゃう、なんか。嫌じゃない、インギちゃんの寮母さんがさ、誰かと恋愛してたら。あ、そういうことか。あ、まあそうだね。うん。ありえなくない、ありえない、ありえない。早くない、いや、早い、早い、早い。で、あとはあれだね、その事務所でさ、なんか練習してるシーンがさ、そのブルームのね、メンバーが練習して、寮母さんとさ、あの竹中直人さん、謎の事務所の関係者、うん、人が、なんかその練習のとこ行った時に、事務所に映るスクリーンっていうか映像のところがイニちゃんみたいな。うん。めっちゃ気になるね、あの映像ね。そう。多分絶対オリジナルじゃん。うん。これ用に撮ってるから、いやマジそれ、全部見せて、みたいな。ね。しかもさ、なんか流し目とかバッチリヒロム決めててめちゃくちゃかっこよさそうなんよね。いや、そう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 。すごい綺麗だよね、後ろで。すごいなんか、ピントなんなら合ってないんだけどさ。明らかに綺麗な顔してるよね。うん、そう。なんかめちゃくちゃ良質な、なんか、イメージビデオみたいな。そう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 。そう。で、だから結構さ、細かいところも、その映像とかもね、なんか作ってくれてて。うん。でもそうだよね。まあ、ブルームよりも、チェイニーが、まあ、売れてるから、まあ、事務所の映像も常にチェイニーみたいなね。なるほど。まあ、でも正直ね、私あの、ドラマの内容もすごいいいと思うんだけど、どうしてもああいう映像出てきてしまうと、すっごいイニちゃんのあのモニターの方ばっか見ちゃうよね。なんていうの？いや、集中しちゃう。それはそう、それはそう。いや、まあね、ミニちゃん的にはね、もう、遅い人めちゃくちゃ多かったんじゃないかな。そうだよね。うん。で、なんか、まあ、寮母さんと、まあ、高橋くん。高橋くん、名前なんだっけダンね、ダンくんね。アスカとダンくんが、うん、まあ、いろいろその事務所で話してて、そしたら、チェイニーが練習してるところになるじゃん。うん。めちゃくちゃロケッティアの練習っていうね。そうなん。チェイニーティーはやっぱり支給されて、これで、チェイニー感出ただろって言ってロケッティア踊っとるやろ。めちゃくちゃ INI だよね。めちゃめちゃ ANI だったよ、本当に。そう、チェイニーティー来たところでないんよ、払拭できないのよ。そう、でもなんか5人バージョンだからさ、うん、割と新鮮だったよね。ああ、確かに、うん、そうだね、うん、11人から5人だからね、結構違う感じだよね。うんうん、そうなんか、それはちょっと割と新鮮なポイントっていうかね、新しかったね。うんうん。で、次は、チェイニーのライブ、まあ、チェイニーのライブ会場に、まあ、ブルームが行って、なんか、ブルームが曲披露するみたいな流れになった時に、なんか、舞台裏みたいなとこ、舞台裏っていうかね、その会場の廊下みたいなとこで、ブルームとチェイニーが対面して、で、そこでさ、なんか、ヒロムが、みんながライブで歌ってくれるって聞いてびっくりしたよトコトコトコみたいな。トコ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 みたいな。かわいいね。かわいい小走りでさ。そう。もう全然可愛いの。なんかもうさ、ライバルじゃないよね。もう、威圧感なし。うん。なんかさ、イニちゃんのさ、事前インタビューでさ、僕たちチェイニーが、こうなんかちょっと腹立つみたいな、なんていうの、うん、なんかちょっと、イラつくというかさ、なんか、嫌味っぽい感じの僕たちを楽しんでくださいみたいなこと言ってた気がするよ、インタビューで。うん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 。全然嫌味っぽくないし、すごいいい子たちだったよね。いや、そう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 、マジで。前編通してマジでいい子だよね。しかもさ、ちゃんとその、なんだろう、ブルーム側のさ、セリフでもさ、なんか、結局いい子みたいになってたよね。うんうん、チェイニーが。そう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 。しかもさ、なんならさ、なんか、こうなんだっけ、一緒に、なんか嬉しいよみたいなこと言ってるけどさ、その、うん、いざさ、ステージ見たら先にさ、イニちゃん、あ、チェイニーね。チェイニーが先にボンバルダやって、うん、どっち、うん、イニちゃんボンバルダ、何何それ置いといて。チェイニーね。そう、チェイニーのボンバルダの後、なぜかこう大鳥のようにブルーム出てきて、いや逆ってなったからね。いや普通そういう時オープニングアクトみたいな。そうなんで、オープニングアクトの方のはず、まあ、ブルームの方が特攻でパーンってなってて、いやいやいやってなった。いや分かる、特攻用意してあるみたいな。そう、ちょっとかも先にね言っちゃって申し訳ないんだけど。いや分かる、いやそこはマジ突っ込みどころよ。でさ、まさにが、なんか、ね、ごめんね、なんか披露させてもらって、みたいなセリフに対して、何言ってんの？カマーゲン生で聞けんの嬉しいよ、みたいな。
似てる。まさにっていうか、ニナトくんがね。うんうん、そうそうそう。なんかすごい懐のね、広いチェイニーだよね。うん、そう、自分たちの出番の後に出てくるのに。あちらが大鳥みたいな扱いなのに。そう、もう全然、でもこれがなんか売れてる余裕なのかな。ああ、なるほどね。で、きょうちゃんもね、だから一緒に楽しもう、みたいな。かわいい。かわいい。かわいい、そして優しい。なんか演技頑張っててすごいね。なんか頑張れってなるね。いや、わかるわかる。なんかもう、ね、なんか、親のように見守ってしまうわ。うん。そう。めっちゃ初々しかったね、みんなね。ね、いやー、演技緊張しただろうね。いや、そうだよ。まあ、特にあの主演の方とかはさ、すごい、あの、定評があるでしょ、演技に。ああ、その高橋文哉くんは本当、そうだね。もう僕がめちゃくちゃ好きだったドラマとかに出てたから。うん、うん。そう。本当ね、若手のすごい、もうめちゃくちゃ売れてる有望株って感じだから。だからそういうさ、同世代で、しかもそういう演技の才能がある方の前で、初めて演技するっていうのは結構プレッシャーじゃないかなって思っちゃうね。いやー、そうだね。畑違うとはいえ、そうだよね。緊張するよね。うん。まあ、ダンス面だったら逆のあれかもしれんけどさ。うんうんうん、そうね。うん。めっちゃいい人たちって言ってたね。アスカさんがね。いやでもほんとめっちゃいい人たちだよね。それはそうって思った。で、まあその次の出演シーンとしては、まあ、ステージでね、まあボンバルダ、さっきも言ったけど披露して、うんうん、まあ、これも5人バージョンのボンバルダだったから割と新しかったよね。うん、確かに。なんかさ、わからないけど、この観客のさ、なんかレポ的なやつ、実はチェイニーがイニちゃんって出演しますみたいなの発表された時に、うん、なんか多分情報解禁しちゃいけないってなってたから、やっと言えたみたいな感じで、うん、実はイニちゃんだったんですみたいなさ、そういう、うん、なんかツイッターとかでもそういうの見たじゃん。うんうんうん。で、すごいなんか、テンション上がったみたいなこと言ってるような人多かったから、うん、実際にこうさ、うちわというかなんか、ペンラ持ってる動きとか見てると結構前のめりだったりするよね。イニちゃんのステージ見てる時。確かに。割と本当にファンの方みたいな感じな人多いよね。うん、なんか見れてやったみたいなさ、人とか、うんうん、まあ、ファンだった人も多分いるだろうし、ミニちゃんだった人も。うん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 。いや、でもすごいよね、そう。なんかさ、結構人数いるもんね。うん。そう、だからさ、情報事前に漏れなかったのすごいなと思って、この SNS 社会で。確かに。もう私が見てきた韓国 K-POP ではめちゃくちゃすぐ漏れるんだけど。秒で漏れるじゃん、そんなの。順位発表の順位すら漏れるんだけど。どこから漏れるん、スタッフかよ。なんかさ、その、バラした人、逮捕されて、うん、なんか、1000万ぐらい払うみたいなことになってたような気がするんよね。マジで。順位漏らして。順位漏らして。そしたら、プロデューサー逮捕されて、なんか地獄みたいな展開だったよね。よく考えて。ねえ、ちょっと、辛い話。懐かしい。結局、漏らしたも何も操作してたってやつね。で、ね、何の話。そうそうそう。だからね、そう結構ね、いるし、しかもね、確かにこのさ、観覧っていうかそのね、人たちはさ、そのドラマのね、観覧の人たちだろうからさ、うんうん、ね、結構アウェーだっただろうけど、イニちゃんも、うん。割とね、結構会場も盛り上がってる感じでいいね。うん。まあ、なんせボンバルダだからね、強、強すぎ、みたいな。確かに強いよね、曲としてもね。で、その後さ、あの、イニちゃんが今度は終わった後、まあ、ブルームがステージ出て、なんか、イニちゃん的にはさ、うん、なんか横にはけてさ、その見守るみたいなポジションになってたじゃん。うんうんうん。なんかその時こう音楽合わせてさ、乗ってんだけどさ、なんか、めっちゃ可愛くなかったの、なんか。なんかすごい、ちょっと不自然で可愛いな、みたいな。わかる。なんかさ、多分さ、いや普段さ、いや普段ドラマとか関係なく音楽に乗ってる時ってもっと自然だと思うよ。うんうん、だけどやっぱドラマ撮影ってなるとやっぱ意識しちゃうんだろうね。ちょっと硬いよね。そう。なんていうの？だって多分あんま自我を出したらさ、そっちの方目立っちゃうからさ、絵的にも良くないじゃん、うん、きっと流れで見た時に。うんうんうん、だから、ある程度抑えた状態でリズムに乗ってくださいみたいな感じだろうからさ、なんか首をこう、揺らしてみたり、なんかちょっと小刻みに震えてみたりみたいな。そうそうそう。いいよね。MJ だったらもっとさ、うえーみたいな感じだと思うのに。確かに。確かに。MJ 絶対両手上げて声出すよね。そうそうそう。わかる。すごいスマートにクールに乗ってるもんね、MJ。そうなん。最高。まさにとか、途中からなんかポケット手入れ出してさ。かっこいい。かっこいい。
で、でも終わった後はさ、なんか拍手とかしてさ、チェイニーちゃん側も。うん。うん、すごい、仲間を叩いてる感じで、やっぱさすがだよね。ね。すごいよね。なんかさ、契約打ち切りになるかもしれないのに大取りっていう、すごい設定だなっていう。だから突っ込んだら負けだから。かまげん、かまげんはでもいい曲だよね。いや、わかる。いや、かまげんはマジいい曲よ。そう、それでいてさ、ダンさん、あの、お歌上手だよね。うんうん、確かに確かに。ね。うん。なんかさ、あれだもんね。なんか、その映像では残ってないけど、蛍光にも出てたんでしょ？そうそうそう。なんかね、蛍光のプレショーってやつに、ブルーム、二日目かな？出てきて曲披露してくれたみたいくて。うんうん。そう、いやー、俺はさ、その一日目に行ってたから、そう、うん、どうせなら INI ね、出るときにね、一緒に出てくれてたら、それはそれで最高だったんだけど。確かに。なんか、それでなんかドラマもちょっと盛り上がりそうな気もするよね、もはや。うん、ね、もうさ、ケイコンでも共演みたいな。うんうんうん。うん、まあ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 、それは置いといても。でもね、すごいな、ケイコンなんてさ、めちゃくちゃアウェーだっただろうに。うん、確かに。よく頑張ったね。ね、確かに。しかもさ、二日目だったら K-POP スターのめちゃくちゃ集まりだったからね。マジで。え、S ないやつだったから。確かに。今が旬の強い人たちめちゃくちゃいるからね。そう。うわぁ、確かに。それはもうさ、この、ブルームさんたちは結構胃が痛かったね。うん、いやーそうだね。なんか、ねえ、いや、想像しただけでちょっとすごいわ。うん。で、まあ今はね、その、イニちゃん、まあチェイニーが出演したとこを中心に振り返ってったけど、まあドラマとしてもね、なんか、まあ面白かったよね。そうだね。まあまあまあ、ドラマっていうところでね、まあいろいろ突っ込みどころはあれど、まあそれがドラマだったりもするから。うんうん。で、なんかまず思ったのは、なんかそもそもさ、リョボさんすごいいろんなとこ出てくるな、みたいな。そうだね。マネージャーよりリョボさんってなってるよね。いや、そうそうそう。え？ほぼマネージャーじゃん、みたいな。いやまあそういう設定だからもうさ、もうそれを言ったらもう何も始まらんけど、でもちょっと気になるよね、そうそう、ちょっとだけね。いやちょっとだけね。ちなみにさ、私が気になったのは、なんか社長にさ、みんなでブルーム全員でさ、うん、直談判しに行くじゃん。うんうんうん、あー、はいはい、乗り込みに行ったみたいなとこね。そうそう、社長の部屋に、ズームやってる社長の部屋に、なんて無礼な、うん、なんて無礼なことしてるんだ。そう。ちょっとあちらの予定もお構いなしに入られて、うん。直談判して、みんなで頭すっごい下げるじゃん。うんうんうん。で、結構後ろからその頭下げた状態を映して、なんかちょっと切なくなってさ、なんか、本当にみんな下げてるじゃん。もう、なんなら、りょうぼさんも下げてるじゃん。マネージャーいないけど。そうだね。りょうぼさんも一緒になって下げてたね。そう。で、全員こう、なんか、お辞儀というか、お願いしますみたいな、うん、やってて、なんか、後ろ姿でこんなさ、あ、こんな若い子が、なんか偉い人に自我談判しに行くんかってなったらさ、なんか X1 も解散するときに、なんかメンバーが偉い人の前に行ったっていう話を噂で聞いてたからさ、こんな感じだったんかなと思ってすごい切なくなった。ねえ。このさ、ブルームが頭下げてる姿で、X1 想像するの世界でこなわるだけだよ。なんて切ないんと思ってさ。確かに、でも、状況としては確かに、一緒っちゃ一緒だよね。でもさ、配信も1位取ってたし、X1 は。ああ、ブルームはね、配信1位取らなきゃいけないけど、X1 はもうすでに取ってたと。取ってたし、取ってたし、ブルームは今回チャンスを与えられたけど、X1 はチャンスもらえず、切ねえってなったからね、一人で。しかもめちゃくちゃ売れとるにね。そう。50万枚デビューで言ったんに。うるさいよね。うるさい。そうだよね。いや、めちゃくちゃすごいデビューだったもんね。うん。当時新人で50万枚いった人おらんくて、チーム。そうだよね。今でこそなんか円盤ね、ナムジャー円盤の時代だけど、当時めちゃくちゃすごかったよね、クソンね。そう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 。うん、切ない顔せんで。でも、キータラさんこの話大好きやろ、絶対。そう、大好き。多分俺が一番好きな。聞いてくださってる人よりも俺が一番喜んでると思う。申し訳ない。ああ、説明。まあ、そんな話しても、まあ、過去だからさ。過去形にするの、早くない？いやいや、りょうぼさん。ここさ、あの、一回見てたからさ、本番で、うん、本番でじゃなくて、1話で見たとき、きたーってなったよね。うん、なったなった、そう、予告でも散々ね、うちはさんね、動画でも取り扱ったけど、そう、予告でもね、いっぱいやってくれて、うん、やってくれたじゃないのよ。予告でもいっぱい聞いてたセリフだから、本家きたーってなったね。以上でね、
まあ、今回は、君の花になる第1話の、まあ、イニちゃん、まあ、チェイニーが出演した部分について感想を言ってったけど、いやなんか結構さ、あの出演、結構イニちゃんの出演箇所も多かったし、なんか結構ね、点々とさ、随所随所にあったし、割と見応えあったよね。そうだね、やっぱミニを話したくなかったんかね。それはあれかも。やっぱさ、あれかね、こうやってミニちゃんにも見てもらって、まあ、ミニ兼、テンブルーミー目指してんのかな。テンブルーミーは10人だから少ないんよ。そうだよね。ミニちゃんを、ミニちゃんをブルーミーにしたいんだったら、やっぱマンブルーミーじゃダメだよね、大体ね。マンブルーミー必要、マンブルーミー必要。言いたいだけだからね。そう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 。まあだからさ、君の花になる第2話が楽しみだよね。そうだね。